こんにちは。今回ですね、インターネットの威力というテーマでお届けしたいんですけども、威力の威というタイトルをつけました。実はね、みんなの銀行っていうアプリを散々パラ紹介したんですけども、なんかね、今日3000円入ってるんですよ。どういうわけか。30万円もうこれでびったし行きましたね。もうこれ以上入んないと思います。このように3000円入りまして、これでラストだと思いますね。上限が30万ですから、これよりも入るとしたら上限の30万が実はなかったってことになるんですよね。まあそれもこれも30万に行ったからこそ分かることなんですが、もうちょっと放置しておこうかと思います。さあ、それでインターネットの威力ってどうですかね。昨年私が6月から8月までの間に、このみんなの銀行っていうアプリを紹介する動画を合計で100本作ったんですよ。100本ぐらいね。まあ100本超えてからもういいやと思ったんですけども、それから毎日じゃないにしてもコンスタントにお金が数千円振り込まれて、1年後の今日まで生きてるんですよね。で、これってのは私の労働が、まあずっとレバレッジを効かしてるってことなんですよ。で、インターネット、情報をこのインターネット上に置くっていうのの威力っていうのはまさにこれで、もうやってないのにまだやってるっていう状態ですよね。これがインターネットの威力です。でも長い間私が経営したお店や会社っていうのは、そのお店を閉店したり会社を解散したりするともうお金をもたらしてくれないんですよ。でもインターネット上の動画って、私がその活動をやめてもアカウントを削除しない限りはずっとお金をもたらしてくれるんですよね。これがインターネットの威力です。まあ、ですので、インターネット上に自分のログをどのぐらい置いてるかってこと、これが収入にものすごく関係するんですよね。ただし動画をいっぱい出していても、ただそれがダラダラと語ってるだけだったら全くお金に入りません。なぜなら商品の紹介してないからなんですよ。ですので、 YouTube をね、1年2年3年とやってきた方で、チャンネル登録の数とか再生数に関わらず、自分の商品をそのインターネット上に置いてますかと、価格を紹介してますかと、そして自分の商品にどんなメリットがあるかをきちんと伝えてきてますかってことがすごく大事になってくるんですよね。それがあれば、もうこうやってみんなの銀行っていうね、お他人様のアプリですら私に収益をもたらしてくれるって形になります。まあ、インターネットの威力、ぜひね、確かめてもらいたいと思います。いらっしゃい。